お、これはなかなかかっこいいね、やっぱりね。はい、今日はトミカのディズニーランド限定のドナルドレーシングカースペシャルエディション2018開けていきます。お、これはなかなかかっこいいね、やっぱりね。じゃあしっかり見ていきます。このトミカはディズニーリゾートのハッピーバースデートゥーミーっていうイベントで発売されてたやつかな。もうこれ見た感じからもうトミカのスペシャルエディションっていう感じだよね。でディズニーランドには行けないのでメルカリで買ってます。で全体的に見るともう形がすごい複雑な形してるよね。で正面から見るとドナルドのリボンかな、この辺はね。でこの辺がくちばし、口の部分になるんだろうね。この辺がドナルドの目のところかな。でヘッドライトはこれは塗装になってるよね。でボンネットのところは東京ディズニーリゾートドナルドダックって書いてキャラクターの顔の絵があるよね。で横から見ると横には34番、ここは2018スペシャルエディションって書いてあるよね。これノーマルバージョンもあってスペシャルの方がなんかすごいかっこよかったからこっち買いました。マフラーは横から出てます。でこういうところのフェンダーのラインとかもね、なんかすごい造形がかっこいいよね。複雑な形しててすごいかっこいいです。まあ反対側も一緒だね、34番と2018スペシャルエディションって書いてあるもんね。で後ろにはドナルドの可愛い尻尾があるね、お尻のね。後ろのここにも34のプリントがされてるね。でルーフの部分はドナルドらしいこの帽子だよね、かっこいいね。でタイヤはこれはサスペンションが一応ついてるね、はい。で横から見るとこのボンネットの部分、くちばしの部分だよねこれね。横から見るとここは開きそうで開きません。でガラスの部分はブルーのクリアになってるね。この辺もかっこいいね、なんかね。でも正面から見たらすごい速そうな車だよね、帽子も取れないね。で運転席はこれ見づらいけど右ハンドルになってます。で全体的にシールとかはなくて全部プリントされて綺麗な感じだね。でボディ自体も結構重量感あります。ボンネットはドナルドの笑顔だけど、もう正面から見たらなんかすごい怒ってるような顔してるよね、この辺とか。で箱の方を見てみるとスクリーンデビュー1934年6月9日になってるね。だからもうこれ実際今だとドナルドスクリーンデビューしてからだと84歳になるのかな。84歳。でスペシャルエディションです。裏の方はそうだね、これ定価でも税込み1200円で結構高いトミカだよね。でもその分すごい複雑な形でかっこいいね。はい、今日はトミカのディズニーリゾート限定のドナルドレーシングカー2018スペシャルエディションを開けました。これもすごい複雑な形しててかっこよかったよね、大満足の一台です。じゃあ今日はおしまいです。バイバーイ。